2016年4月14日午後9時26分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生した。続いて16日午前1時25分ごろ、同じく熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。地震の規模はマグニチュード 7.3、 最大震度は7。この一連の地震は熊本地震と名付けられた。地震から1ヶ月経った5月16日現在、4万2432棟の住宅で被害が確認され、232箇所の避難所に1万151人が避難している。楽天グループでは、地震の被害に遭った方々の支援のため、熊本県や大分市に義援金の寄付や支援物資の提供、楽天クラッチ募金を通じた募金の受付を開始した。また楽天市場では店舗さんとともに熊本市や宇城市への支援物資の提供をさせていただいた。そんな中、店舗さん自ら被災地への支援を行う動きも多くあった。福岡県にあるもつ鍋のお店、もつ鍋水炊き博多若杉さんは、5月8日熊本県の株式会社大島屋の協力を得て、熊本県城南にある2箇所の避難所でもつ鍋の炊き出しを行った。やっぱりすごく難しいのはですね、一方的な支援とかそういうのじゃないのかなと、かえってやっぱり迷惑になったり渋滞したり、それでちゃんとした物資が届かないとかっていうのをやっぱり耳にしている中で、エゴじゃなくてですね、何か本当にこう役に立つ形ってどうしたらいいんだろうっていうのをずっと思ってる中で、その大島屋さんがですね、ご自身の会社もそこでのスタッフさんもこう被災者でありながら、会社を開放してですね、そういった支援をしてあるっていうのをこう Facebook で拝見させていただいて。やっぱり年配の方とかも多いということで、お野菜がですね、やっぱり不足しているのかなと、お野菜いっぱい持ってきたり、あとはホルモンが苦手な方っていらっしゃるかなと思って、鶏肉をですね、一緒にちょっと持ってきたりしたんですけど、皆さんに食べていただけたようでよかったなと思ってます。おかわりした。おやっぱりこういう取材をしてもらうことでですね、またなんかそういった支援の輪というか、そういった気持ちが少しでも広がったらいいかなと思ってます。今回楽天ドリームは熊本県にある2店舗さんの元を訪れた。1店舗目は森水木の蘭屋さん。熊本市から車でおよそ1時間、人口1200人の島戸橋島で洋蘭の栽培を行っている農家だ。熊本地震が起きた4月中旬は1年で最も出荷の多い母の日に向けて準備を進めている真っ最中だった。こういうハウスっていうのは、温室っていうのは基本的に温度をコントロールするために電気で全部コントロールしてるんですね。こういう日差しだったりとか、暑くなってきたら上から熱い空気を逃がしたりとか、横に引っ張ったりとか、いろいろするんですよね。それがね、全部落ちちゃったんです。とにかく電気がないと、もうハウスの中が全部蒸れてしまって、完全に葉の日用のお花が全部もう煮えたぎってダメになってしまう直前だったんです。僕は Facebook でね、とにかくみんな誰か電源持ってないかっていうのをつぶやいたらですね、それを見た本当近くの土木屋さん の、 スタッフがですね、いや今からすぐ発電機持って行きますかということで動いてくれて、でその発電機を持ってきてここをつなげてくれたので、上の温度、熱い空気を逃がすためのあれが開いて、で水やりができるようになって、換気扇が全部動いてっていうんで、本当これで、ね、救われたんです。もしね、この投稿からつながった緊急電源の確保ができなかったら、
僕ら今年母の日なんてとんでもなかったです、うん、嬉しいことなんですけども、お客様からいただいたお母さんからも私たちはあのアンケートはがきを通じてファックスやお手紙をいただいてるんですね。で実際に今日からたくさんこうあのファックスが届き始めてるんですけども、その中に嬉しいなと思ったのは、息子が今年も花を送ってくれた。何より嬉しかったのは、今大変な思いをしている熊本のお店を選んでくれて、自分に花を届けてくれた。そういう、こう人が困っている時にあの助けようっていう気持ちを持ってくれた息子のことを誇らしくも思うし、あのすごく嬉しくも、今年の母の日のギフトは一生忘れられないようなギフトになりましたっていうメッセージをくださった方がいらっしゃるんですね。そこがもう僕らも本当にじーっと来てですね、なんか実際にもう本当多くの方がですね、あのお花をもらった、そして熊本頑張ってくださいね、応援してますっていうようなメッセージを、本当に数えきれないぐらいのメッセージを電話いただいてます。一番励みになります。ありがたいです。本当にたくさんの選んでもらった私たちが本当にありがとうございますっていう側なんですけど、大変な中でも綺麗なお花を届けてくれてありがとうございますっていう思いをたくさんいただいて、こちらの方が元気もらって励みになって、はい、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。2店舗目は熊本フードさん。熊本をはじめ九州各地の生産者が育てた果物や野菜を全国のお客さんへ届けているお店だ。被害の大きかった西原村などをはじめとする阿蘇地方にも多くの取引先を抱えている。ありがたいことに、もう本当自分たちの分はいいから、もう後回しでいいから、もう逆にその分をあの熊本の方に食べてくださいとか、あと逆にまた営業あの注文は受けてる状態だったので、注文をするのでそれをあの熊本の方に配ってくださいみたいなお声もいただいたりとかしてですね、ちょっとさすがにそれはあれだったんですけど。でどれぐらいそういう励ましとかそういうのが来たのかなって言われて、まあ、ほんとざっくりした件数でもやっぱ500件以上はそういうご連絡、あの頑張ってくださいとか大丈夫ですかとか、そういうの、それにまた電話なんかもそれとは別にやっぱり大丈夫ですかっていう形、あと人によってはもうあの支援物資がよういきなり送られてこられたり、あと義援金を打ち当てに送ってこられたりっていう方もいらっしゃったりとかして、なかなか本当にありがたいわみたいな。そうですね、ちょうどうちが熊本フードって入ってるから、なんかお客様も今回の地震でまずこうたまによぎったのがうちの名前でみたいな言ってくださるお客さんも結構いてですね、本当にそれで励まされましたね。あとはまあそういうお便りっていう形であっても、その商品とかショップのレビューの中にあの頑張ってくださいっていうメッセージを書かれてる人がすごい多くて、そこはすごい励まされますね。やっぱり様っていうところもあるんですけど、意外とこの連絡をくれたのが楽天の他の店舗さんからすごい励ましの連絡が来てて、仲いい店舗さんとかから大丈夫とかそういう連絡すごいいただいて、なんかその横のつながりっていうのもなんかすごい今回実感する感じだったですね、うん、すごいありがたいなと。やっぱり僕らはそのやっぱり販売をして、それがこう循環していくことで、またその一番怖いのはこれでその経済が低迷して、そのまあ足元のところだけじゃなくて、やっぱりある程度先を見通した動きをやっていかないといけないよねっていうところが一つあってですね、でそれでそのやっぱり
販売をやっていくと決めてですね、ただ、まあ、その販売をやっていく中で僕らとしてできるか復興への道っていうところで、まあ、いった現金の企画っていうのも立てさせていただいて、で、まあ、あれもおかげさまでですね、多くの方に賛同いただいて、まあ、それでご注文をいただいてますので、まあ、よりこう地域のものをですね、僕らが販売を強化していくことで、またそれが復興につながれば、まあ、一番いいのかなという、僕らができるですね、強みを生かした復興につながるところなのかなというところで考えてますね。頑張ればい熊本オー。